ちょっと待った、思いませんか。ありがとうございました。
新ユニフォームを披露していただきたいと思います。ファーストユニフォームは田村優選手、セカンドユニフォームは藤本隆弘選手、そしてゴールキーパーは手こずっているようですが、今抜きました。おっとセカンドユニフォーム出ました。さあそしてゴールキーパーの2人もよろしくお願いします。はい、浅川選手、それから中村選手、はい出ましたね。ではちょっと話を聞いていきましょうかね。ちょっとあの皆さんに分かるように、ちょっと一周回りましょうかね。はい、ダラダラダラダン、はいストップ。はい、後ろ姿はご覧のようになっております。はい、もう一回回って、すべてのところにユニフォームね、前も後ろも袖もパンツも5つつきました、もうユニフォームというのはね、選手にとっての戦闘服ですよ。去年までちょっと寂しい思いをね、皆さんもしたと思いますけれども、今年は5つ全部埋まりました。本当にありがたいことですね。ちょっと話を聞いていただきたいと思いますけれども、田村選手、このユニフォームどうですか？めっちゃ着心地いいですめっちゃ着心地いいですよね。でもなんかすごく映えて見えますよね。似合ってますよ。ありがとうございます。どういうところが一番なんかこうお気に入りですか、このユニフォーム？短パンのこのイチゴのマークが見えてます。なかなかキュートですよね、この短パンのイチゴのマークがね。そうですよね、はい。どうでしょうか、動きやすさとか軽さとかどうですか？軽さもめっちゃ軽い。めっちゃ軽い。ゴール決まりそう？決まります。いつぐらいに決めそう？ごめんなさい、ちょっときつい質問でしたが、今シーズンには必ず決めてくれますよね。はい、そしてお隣マイクを渡します、ね、スカークリボン選手、セカンドユニフォーム、感想を聞かせてください。どうですか？いや、かっこいいと思います。いや、かっこいいと思いますそうですか。どういうのがかっこいいですか？色が色が好き、シルバーが好き、はい、そうですか、そうですか、一番のお気に入りのポイントはどこですか？色が好き、ソックスです。ソックスですそこ来ました、ソックスね、はい、ソックスのどういうところがお気に入りですか？ソックスのどういうところがお気に入りですか？長さとかシンプル、シンプルね。そうですか。いつぐらいにこのユニフォームでゴール決めそうですか？じゃあ開幕で、開幕で監督、聞いてますからね。ね、はい、アピールしてください、しっかりと。そしてゴールキーパーユニフォーム、笠川選手、赤ですね、はい、どうですか？すごく気持ちいいし、技も高いです。なんかこう、相手をこう威圧できそうな赤ですか？そうですね、信じしてるんで、うん、そういう風に見えるかなと。そうですか。一番のお気に入りのポイントは？やっぱりこの胸スポーツがすごいかっこいいなと。ああ、そうですよね。やっぱそこにあるかないかってことですよね。そうですよね。今年シュートを防ぐ確率何パーセントぐらいになりそうですか？ 100% で。もちろんです。はい、じゃあお隣の方です。グリーンです。どうですか、日本？はい。すごくかっこいいです。どういうところが一番お気に入り？色がまずシンプルで、うん、あとこのその名のマークとか、マークもね、そうですよね、緑っていう色はどうですか？あのサッカーのグラウンドの色と一緒なので、うん、僕は好きです。サッカーのグラウンドと色と色、グラウンドの色と一緒ということは、カメラオンみたいに気配を消して、はい、そうですね、はい、キャッチするの本当にそうなんですかねはい、でもそんな感じですよね、はい、はい、じゃあもう一度皆さん、一周回ってください。はい、ご覧のようになっております。ぜひあのグリカユニフォームコートもね、皆さんゲットして、選手と同じ戦闘服でレベル5スタジアムで応援していただきたいなというふうに思います。ユニフォーム選手、どうもありがとうございました。はい、ちょっと
間があるので選手が着替えるまでの、牛永選手に話を聞きますけれども、はい、今の若い選手たちの受け答えはどうでしょう。いや、めっちゃいいと思います。どういうところが良かったですか。ちょっとあれなんですけど、シャイですけど、みんな初々しくインタビューできたと思います。皆さんの思いを、サポーターの皆さんに届けるのもね、大事な仕事ですよね。はい、もうそうですね。そういう選手が揃ってると思います。今年ヒーローインタビューとかでも皆さんね、ちょっとこう派手になんかこう活躍した選手はね、特にね、パフォーマンスコートも含めてやっていただきたいんですけれども、どうでしょうか、話の話。どうですかね、ちょっとデキソン選手何人かいるんで、ちょっと聞いてみてください。もし後ろの選手になったらどうするんですか。あー、そうですか、そうきますか。そうですね、その時まで考えておきます。会社で、ね、そういう機会が訪れることを期待したいなというふうに思います。ありがとうございました。さあ、それではですね、ここで選手を代表してジョーゴ選手より皆様にご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。実は福岡です。今日は寒い中、そしてお忙しい中、こんなにたくさんの人にキックオフフェストに足を運んでいただきありがとうございます。今日は短い時間ですが、皆さんと一緒に楽しい時間が過ごせたなと思います。そして3月8日レベル5スタジアムで開幕戦です。ここにいる選手みんなは、満員のスタジアムでプレーがしたいと思っています。そのためにも、ここにいる皆さんはもちろん、お友達や友人の方をたくさん誘ってレベル5スタジアムに来週いろんな方をお誘い合わせの上レベル5スタジアムに足を運んでください。そして今シーズンJ1 昇格します。そのためにも皆さんの熱い声援を期待しています。よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。ありがとうございました。本当に気持ちが伝わってくるね、ご挨拶でした。友達と友人と知り合いとみんな連れてきていただきたいなというふうに思います。ありがとうございました。続きまして、今季よりアビスパ福岡の監督に就任した井原正巳監督より今シーズンの戦いに向けての決意表明をしていただきます。お願いします。皆さんこんにちは。今日はお寒い中、このアビスパのキックオフフェスタに大勢のお客さんが集まっていただきまして本当にありがとうございます。で、我々チームは1月14日から始動して、いよいよ3月8日の京都戦開幕にあと1週間と迫ってまいりました。ここまではチームは非常に順調に仕上がってきていると思っています。3月8日の京都戦の開幕戦はとにかくチームが一丸となって最後まで気持ちの入ったゲーム、そして勝利という結果をつかめるように精一杯頑張りたいと思います。またここに来ていただいたお客さん、サポーターの皆さん、皆さんはスタジアムに多分足を運んでいただけると思いますが、先ほどジョーゴキャプテンも言いましたが、ぜひ知人、友人たくさんお誘いの上スタジアムに来てください。そして選手に大きな声援、そして後押しをしていただければと思います。また開幕戦のみならず、今シーズンやはりチームの目標はJ1 昇格という目標を掲げています。とにかく目標に向かってシーズン終了まで精一杯努力してまいりたいと思います。そして11月には皆さんと一緒に J1 昇格の歓喜、喜びを味わえるように精一杯頑張りたいと思います。今年1年どうぞよろしくお願いします。また今日はありがとうございました。
ありがとうございました。さあ、いよいよ3月8日にホームレベル5スタジアムでの京都サンガ FC 戦、13日キックオフにて2015年シーズンが開幕します。そしてアウェー2試合を挟んで3月29日日曜日に再びホームでロアッソ熊本戦、13日キックオフと、2015明治安田生命 J2 リーグに挑むことになります。皆さん熱い応援よろしくお願いします。今一度大きな拍手お願いします。さて、この後事前にお配りした整理券をお持ちの方が対象となるサイン握手会を開催します。では最後にですね、集合写真を撮影したいと思いますので、選手の皆さんはちょっと少し前の方に出ていただけますか。少し斜めになっていただいて、はい、こちらにカメラマンいらっしゃいますので、ちょっと前に出てください。この後ですね、事前にお配りした整理券をお持ちの方が対象となるサイン握手会を開催します。整理券をお持ちの方は各グループの列に並んでいただきたいと思います。皆さん、3月8日ホーム開幕戦、ぜひ列車に足を運んでアビスパ福岡を応援してください。そして引き続き18時頃まで特別協賛、富士通株式会社九州支社2015アビスパ福岡キックオフフェストをお楽しみください。今日はタロディの曲を作りました。ライジングバトル。